岩手応援芸人の天心木村さんを迎えしてお送りをしています。木村さんは岩手でもレギュラー番組をお持ちで、ありがとうございます、在住でやらせていただいております。ありがとうございます、はい、やらせていただいております。で今日はその岩手に藤岡キャスターが神戸を飛び出しまして行っています。冬ならではの岩手県の魅力をたっぷり生中継でご紹介いたしましょう。はい、はい、サンテレビさんが岩手に中継で行ってくださるなんてなかなか珍しいんじゃないですかね。そういうことなんですよ。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ貴重な時間なんですが、はい、さあ神戸空港から岩手花巻空港までは富士ドリームエアラインズがつないでいまして、片道およそ1時間30分で岩手へ行くことができるということなんですね。そういうことなんです。すぐです、近いですから、はい、本当に1時間半で行っちゃいますから、ぜひぜひでございます、はいはい、2月16日からは運行が再開いたしますので、ぜひ冬の雪の降る岩手に行っていただきたいと思います。さあ今日は岩手花巻空港から車でおよそ15分のところにあります花巻温泉から中継です。現地の藤岡キャスター伝えてください。はい、まあ、岩手の県南にあります花巻温泉郷に来ております。神戸から1時間半という話がありましたけども、その花巻空港から車でおよそ15分なんです、まあ、すぐ神戸から来られる場所に現地中継をしております。さあこの花巻といえばですね、詩人の宮沢賢治のふるさとなんです。今日はですね、日中の最高気温が12度あったということで、先ほど天心木村さんも暖冬だという話がありましたけども、はい、このような格好で中継をさせていただいています。まあ、多少ですね、寒いですけども、なんとかいける温度、まあ、ちょっとですね、まあ、3月からも 4月ぐらいということですので、異常な気温だということを想定で中継を皆さんご覧いただければと思います。そして、まあ、今日は温泉グルメをご紹介させていただくんですが、これからですねライトアップ、後ろちょっとご覧いただきたいんですね。はい、今日ご紹介する花巻温泉郷なんですけども、光ストリートのライティングショー、バラと光と音のアンサンブル、合計120台の照明と音響機材を使用していまして、この辺り一帯が幻想的な世界へと変わります。この綺麗なライトアップなんですが、まあ、誕生石がですね12ヶ月分のバラの色を再現しています。まあ、ちなみに今の2月は誕生石はですねバイオレット、まあ、青みがかった紫色ということなんですけども、さまざまなこう色がライトアップされるということなんです。これ期間限定とかではなくてですね、毎日日が暮れてから5回7分程度の演出だということなんですね。ぜひまあこの記念日であったりですね、そして誕生日であったり、まあ、写真を撮って皆さん思い出に来てみてはいかがでしょうか。この後ですね、ここから1、2、2つ目のホテル、ホテル花巻の中に入って絶品グルメをご紹介いたします。いいですね、最高なんですよ。だお風呂入って、はい、一風呂浴びた後あれ見に行って、もう一回お風呂入る、最高なんですよ。贅沢な時間ですね。贅沢なんです。はい、この後また藤岡キャスターがたっぷり魅力を伝えてくれます。では再び岩手県から生中継です。現地の藤岡キャスター伝えてください。はい、ライトアップが終わりまして、ホテル花巻の7階のレストランにやってきました。まあ、このねやっぱり岩手のことですので、岩手のことを詳しい方にご紹介いただきます。はい、ではご紹介いたします。岩手花巻神戸線 PR 隊アンダーエイジ熊谷さんとタモンさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わ、嬉しい、よろしくお願いします。今日は岩手のことをたくさん PR したいと思います。はい、キャプテン頑張ってます。よし、頑張ろう頑張ろう。お互い岩手異常なしでございます。はい、よしよし、ありがとう、報告でございます。ね、はい、岩手花巻この神戸線 PR 隊のキャプテンが天心木村さん、はい、お二人がクルー、クルーでございます。はい、脇固めてますんで、はい、はいはい、ではまあ天心木村さんの指示に従って、そうなんですよ。そうでございます。今日藤岡さんはやっぱ今日ここに来たということは、はいはい、岩手の美味しいあれが食べられるということですね。いや、あのね、ちょっとちらっと後ろに映っているんですけどね。ちょっとまあ、まあ確かに、ね、今日美味しいものをご紹介するんですけども、はいはい、その前にこのねホテル花巻のお宿見たいですよね。見たい見たい。そのお宿の様子 VTR でご紹介いたします。あー、広いですね。63平米あるそうなんです。そしてこちらの部屋、
4台のベッドがあるんですけども、シモンズだそうです。ああ、やっぱりふかふかですね。幅120センチだそうです。本当にね、こういう宿に泊まるときに睡眠って大事ですからね。そして中央にはソファーがありまして、まあご友人ご家族の皆さんがこうやって景色を見ながらゆったりと楽しむことができるんです。普段はですね、2月の時期は雪景色を楽しむことができるそうです。くつろいでますね、藤岡さん。いやめちゃくちゃ黄色似合いますね、藤岡さん。暖かい時期のね、この観光とか、今日はね、本当にそういう異常な気象だったということなんですけども、はい、この2月といえばやっぱり冬の雪景色、これをね、楽しんでいただきたいと思うんですよね。お部屋も新しくて、はい、とっても綺麗なんですよ。リニューアルしたばかりなんです。もう広いんでね、はい、もう大の字で寝れます。それこそ本当に、はい、睡眠って大事ですからね。いいお部屋でね。そして美味しいものをね。そういうことでございます。ありがとうございます。ということでこの7階、はい、お食事どころの、はい、和食どころの葉山さんのところで、はい、岩手県産の旬の食材をご紹介いたします。はい、もうね、はい、そうなんです。はい、そのハッキントンと前沢尾形牧場牛、はい、ご紹介させていただきます。今、はい、熊谷さんがお湯に投入したしゃぶしゃぶ、これが前沢尾形牧場牛、ね、そしてタモンさんが投入したのが、はいはい、こちらハッキントン、もうプラチナポークとも言われていまして、花巻を代表するブランド牛となっております。はい、さあもう牛の方はいけますね。はい、では熊谷さん、よろしくお願いいたします。うわ、羨ましいな。どうぞ。一口、まあ、今肉汁がね、あふれました。ちょっと大丈夫ですか？もう中のね、ポン酢がお前、ポン酢が溢れてたよ。やだな。美味しい。もうもちろんお肉自体美味しいですし、はい、こうしゃぶしゃぶすることによってこう旨味が凝縮されて、うん、これは美味しいよ。本当に、ね、脂身が乗ってて。そうですよね。奥州市の前沢地区、もう前沢牛って言ってね、関西の皆さんもご存知の方も多いと思いますよね。黒毛和種の和牛です。はい、では次は、はい、ハッキントン。こちらハッキントン、うわー、これでございます。いいですね。木村さんすいません、使ってるよ。いや本当やね。岩手を PR させていただきます。はい、ハッキントン、お水だけ置いてあるよ。では召し上がってください。いただきます。もう飼育から出荷まで一貫体制で生産しているという。あ、いや、柔らかいし、もうね、脂身が、もう信じられない甘いんですよ。甘い、甘いんです。上質な甘み、不思議なことにね、はい、もう、本当にね、美味しさがギューッと詰まってた。しかも愛情を持ってこう育ててらっしゃるのがもう、本当多分伝わると思いますけど、食べたらすぐ分かります。熊谷さんは地元この花巻出身ですけど、やっぱこれ岩手って本当美味しいものがいっぱいあるんです、ね。そうなんですよ。もちろんお肉もそうですし、はい、お米自体もね、すごく美味しいし、あと沿岸の海の幸も美味しくて、特に今の時期だったらわかめ、はい、こちらでございますね。早取りわかめの、はい、これしゃぶしゃぶやろ。わかめのしゃぶしゃぶ、わかめしゃぶしゃぶ。こちらがね、三陸の、そう、三陸のめちゃくちゃ美味しいですか。そうですね、めちゃくちゃ。こちらがこう色変わった、ね、色合いを綺麗な緑色に、わかめ、はい、これがもう岩手のやっぱりね、はい、冬の名物でございます。今の楽しみ、そう、これがもうシャキシャキでね。じゃあポン酢をつけて、はい、あー、もう美味しい。これ新鮮だからこそこのシャキシャキですよ。いやー、もう羨ましいなと思うんですけど、ぜひ皆さん兵庫から来て食べていただきたいんですが、はい、うん、まあ、こちらのですね、葉山さん、はい、あの午後6時から9時まで営業してラストオーダー8時半までということなんですが、はい、もう宿泊している方だけではなくて一般の方も来て食べられるということなんです。ハッキントンね、そのハッキントンは、うん、あのランチが大人気だということなんです。はい、大人気です。そうなんですよ。さあ、美味しい食べ物いっぱい紹介しましたけども、はい、うん、やっぱりお宿といえばお風呂。はい、お風呂、お風呂、もう羨ましい限りお二人入ってきましたのでいい、はい、では VTR ご覧ください。ニューヨークシーン、日帰りニューヨークも可能ですがこちら45分2800円、宿泊者の方はですね、温泉に入ることができるということなんです。あ、なんだ、もうなんだよ。熊谷さん、タモさん、藤岡さんの見せてくれよ。何ですか、何ですか、何ですか。
今撮影中です。忘れすぎですよね、はい、気持ちよすぎて忘れちゃってました。プライベート空間っていうのも、はい、そう二人きりの世界で、はい、中を親睦を深めていただければと思います、いや本当ね、あの休みの日は割とこうやってね本当に実際に、はい、やっぱり、はい、そうですね、やっぱ裸じゃなきゃ語れないことってあるんで、いないいない思い出作りもしているということで、まあ、弱アルカリ性高温泉、はい、ね、隣の隣接しているホテルのですね、湯巡りができるということです。さまざまな温泉が楽しめますよ。くぼしゃー、まもなく、はい、もう少しだけ待ちください。まもなく降りる温泉入って美味しいもの食べて、もう羨ましいな。待ってたね、すごい待ってたよ。ご紹介しましたけども、そんな映像を全く見ておらず、はい、もう召し上がってます。すごい待ってたけど、今日のあれ、何やってるんですか。一応先ほどあのさっき入っていただいた貸し切り風呂、仕事なんですよ今日。ご紹介してたところ、ここになんかそのポン酢ついてます。息がいいですよ、息がいい。しっかりしなさいよ。いや本当ね、仕事忘れるぐらい撮ってたんですね。撮ってました。撮ってたんだ、恥ずかしいな。プライベートで我々2人で入るので、そうなんですよ、プライベートかなと思って。貸し切り風呂をご紹介しましたけども、はい、あの大浴場露天風呂ありますが、こちらがそのホテル花巻なんですが、はい、このお隣がホテル千秋閣、そして高揚館とあるんですが、はい、湯巡りができるんですよ、ね、そうなんですよ、はい、最高です。全然また違うので、はい、それもまた楽しめるんですよね。もうね、泊まりに来たらね、部屋にいないですから、もう。もう本当に、温泉で。いつ入れる。それだけね、エンターテインメントがたくさんということなんですよね。はい、堪能できます。はい、さあ、残り時間わずかとなってきましたので、はい、ぜひ神戸、兵庫の皆さんにですね、この岩手の PR をよろしくお願いします。まず熊谷さんから。やっぱりこの時期は冬の楽しみっていうのが岩手はありまして、スキー、スノボー、そしてワカサギ釣りなんかも今すごいブーム来てますんで、ぜひぜひ来て遊びに行ってほしいなと思います。はい、じゃあタモンさん、はい、岩手にもね、阪神ファン、オリックスファンいっぱいいますんで安心して来ていただきたい。あと今年ね、やっぱりオリックスの斉藤京介投手、はい、もう岩手出身、そうですね、まあ、こちらね、花巻森、隣の盛岡ですけども、はい、今大注目のピッチャーがね、岩手から出てますんでね、はいはい、大谷さんもいるし、はい、菊池雄星もいるし、はい、そうだ、もうすごい野球王国でございますんで、野球好きは来てほしいですね、はい、ぜひぜひ。ちなみにタモンさんは阪神ファン。僕阪神ファンです。天心木村さんは巨人ファン。そうなんですよ、あの天心さんは巨人ファンですので、皆さん気をつけてください。どこや思てんねん、ここ。今日の皆さん気をつけてください。ウィンタースポーツ、スキーの時期を楽しめますので、はいはい、神戸から FDA で1時間半、ぜひ岩手に遊びに来てください。では待ってます。木村さん巨人ファンか。そこはいいですね。いや、この時間では本当に語りきれない岩手の魅力がありそうですね。でもね、本当にわかめ、早取りわかめのしゃぶしゃぶを伝えてくれたの嬉しかったですね、はい、あれめちゃくちゃ美味しいんですよ。知らない、まあ、肉ね、肉美味しいのはなんとなくわかるじゃないですか、はい、でも早取りわかめはあっちでしか食べれないと思いますんで、これは僕はちょっとテンション上がりましたね、はい、さあそしてですね、はい、ウィンタースポーツね、今も言ってましたけど、うん、岩手県といえばスキーが欠かせないということで、はい、たくさんいいスキー場あるんですね、うん、安比高原有名でございますけど、安比高原をはじめ、はい、お子さんに人気の八幡平リゾート、雫石スキー場、まあ、いろんな、ね、種類のです、ね、スキー場がございまして、はい、ジャンルが豊富でございますので、で網張温泉スキー場なんてね、はい、スキーのままもうそのまま温泉入れるんじゃないかいうぐらい近くにあるんですけども、そして幸せな、ね、旅館岩手冬旅キャンペーンというのがありまして、マホラー岩手氷の世界というのがあります。これね、本当にね、電飾されたですね、雪氷があって、そこを夜綺麗なところを歩くんです。でその横でね、キャンプとかしたりいろいろあったりとかします、はい、そして南部美人酒造見学のね、これご紹介でございますけども、うん、美味しいね、南部美人というお酒、これをね、酒造見学していただいて、クッと行っていただく、うん、もう本当楽しみがいっぱいでございますのでね、皆さんぜひお越しいただきたいと思います。木村さん、呼吸してずにずっと喋ってましたね。いや、もう伝えたいことを伝えたいんです、もっともっと。しかし時間のね、都合もございます。
ございますのでということで、はい、ね、ぜひ皆さん FDA を利用して1時間半、1時間半ですよ、近いです、兵庫から神戸から新幹線で名古屋行く、広島行くぐらいの感じで、うん、東北旅行行けますから。そして岩手はですね、はい、やっぱりねちょっとアピールベタみたいなこと県民性言われます。逆に言うと、はい、秘密保持能力が高いんです。知らんこといっぱいあるんです。そうなんです、行ってみたら知らんもんがね、はい、あったり食べたりできますんで、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。うわ、熱が伝わってきました。そうですね、ぜひ皆様 FDA で岩手旅なんていうのはいかがでしょうか。はい、牛も美味しい、豚も美味しい、わかめも美味しい、はい、他にもまだ美味しいものいっぱいあるんでしょう、木村さん。あると思います。あるんですか。出ました、出ました、スーパーギャグと言われております。例えば具体的なんかありますか、美味しいもの。具体的に、具体的にジャジャ麺っていうのがありまして、ジャジャ麺、それは結構盛岡でしか食べれないもんでございますので。そうですか。いや、いっぱいあると思います。天心木村さんでした。岩手に行く価値やっぱりありますか。あると思います。本日2回目かな。ありがとうございました。やったぜ。